どうもこんにちは。美術をもっと楽しもうをモットーに動画投稿しています小柳先生です。今日も元気に楽しく絵画の解説していきます。もし動画をご覧いただいてちょっとでもいいなって思われた時にはチャンネル登録お願いします。いちいち探さなくても新しい動画がいち早く届く仕組みになっています。よかったらお願いします。では本日ご紹介する絵画はこちら、ヤン・ファン・エイクによるファンデルパーレの聖母です。いやー来ましたよ、この人は大物ですね。でも実はね、この人では神秘の子羊っていうまた有名な作品があって、いくつかリクエストもいただいていたんですけど、なんかね内容が私の納得するものになっていないんですよね。なので先にこちらにさせてもらいました、すいません。ではタイトルにもあったように、この人の再現力はもううまいなんてもんじゃないんです。もうね神です、ほんと。そして絵の中に散りばめられた暗示、面白いんですよ。ということで今日は神の手を持つ画家の作品を追ってみましょう。今日も楽しく美術ダラベル。ではこの絵は15世紀の初頭、今でいうベルギーあたりで活躍した画家ヤン・ファン・エイクによって描かれたファンデルパーレの聖母です。今はベルギーのブルージュにあるグルーニング美術館に所蔵されています。さてこのチャンネルではヤン・ファン・エイク自体も初めての登場ですね。そしてこの人は歴史的にとっても重要な人なんです。まず彼は幼少期の頃の記録はあんまり残ってないようですね。なんといっても今から500年以上の前の人なので、なかなか資料も残っていないようなんです。ただ彼自身も、あとフーベルトっていうお兄さんがいるんですけど、その彼もとっても優秀な画家だったようで、いくつかの領主や王様に仕えて自分たちの工房も経営するほど若い頃からの成功者だったようです。そして35歳頃からブルゴーニュ公国っていう、まあ今でいうオランダとベルギーを合わせたフランドル地方と少しの内陸を合わせた国があるんですけどね、そこの王様フィリップ3世の宮廷画家になりました。そして宮廷画家として絵を描く傍ら、王様について外国に出向くような外交官としても活躍していたようです。でね、その頃ブルージュは毛織物交易でものすごく栄えてて、それを中心に経済が発展して富を得た商人層がパトロンになって、初期フランドル絵画が栄えるんですけど、そんなフランドルでどんな絵が流行るかっていうとね、油絵なんですよ。今ではみんな当たり前に使う油絵にももちろん始まりがあるんです。それがちょうどこの頃、まあ細かいことを言い始めると画材屋さんみたいになっちゃうんで省略なんですけど、要するに今までは漆喰とか卵で溶いていた絵の具を油で溶くっていう油絵が誕生して、まあ最初はね油絵もなかなか使いにくいものだったみたいなんですよ。でもそんな油絵のいろんな技法とか用法を考案して、技術的に油絵ってものの未来を開けたのがヤン・ファン・エイクなんです。ってわけでヤンの功績で重要なものっていうのは政治的なものじゃなくて、美術史的にとっても重要なことなんです。そしてそうやって彼が考案した方法で描く油絵は、今までとは比べ物にならないほど物事を細かく、またリアルに描けるようになったんです。もちろんそれにはまあ彼自身の神様のような超絶技巧も必須条件ですけどね。そしてそうやって油絵の技術を確立した彼の描く細密画は、今なお北方絵画史上最高との呼び声が高くって、彼自身も神の手を持つ男って呼ばれるようになりました。では絵をゆっくりご覧いただきましょう。真ん中に聖母子、周りに3人の男性がいますが、これどんな状況かわかりますか？これはファンデルパーレの聖母っていう作品名なんですが、ファンデルパーレっていうのはこの人のことなんです。彼がヨリス・ファンデルパーレさん、
聖職者としてローマ教皇の書記官も務めた人で、ブルージュに戻ってきてからも教会内の高い地位を与えられた、とっても成功した人だったんですね。で、この絵の依頼者は彼自身なんです。これは聖会話っていうジャンルにあたるんですけど、なんかの聖書の一場面っていうテーマじゃなくって、聖人たちを一堂に集めて描いたシーンのことを聖会話って言うんですよ。そしてその中に自分もちゃっかり混ぜちゃって聖人と関わっちゃったみたいな、まあご利益があると信じられてたスタイルなんですね。ほんでね、真ん中にいるのが聖母マリアと幼子イエス、左の男性がこの町のブルージュ聖堂三次会の守護聖人である聖ドナトス、右の立っている男性はファンデルパーレの守護聖人の聖ゲオルギスなんです。で、私これ構成が面白いなって思うんですよ。このファンデルパーレさん、どんな表情に見えますか？今ね、彼はこの部屋の中で一人で聖書を読んでたんです。そして聖書の内容を暗唱しようと思ってメガネを外して視線を前にポッと投げかけたら、なんとそこに聖母子と聖ドナトスがいるんです。なんとって思って狐につままれてるような顔で描かれてるのがわかりますかね。そしてそんな彼の横に聖ゲオルギスが立って、聖母子と聖ドナトスに、彼がファンデルパーレですって紹介してるところなんです。なんだかすごく臨場感があるっていうか、当たり前みたいにこの聖人たちに混ざってるんじゃなくって、こうやってまさに今原始をしているところを描くっていうのがなんだかリアルなんですよね。またよくご覧いただくと、聖ゲオルギウスの彼ですって紹介する手の影がファンデルパーレにかかってるんです。また彼の足の先がファンデルパーレの衣を踏んでるんですよ。だからこれは原始なんだからって、じゃあ完全に夢みたいなぼやっとしたもんかって言ったらそうじゃない。衣に影が落ちる、裾が踏まれるほど親密性が感じられると思うんですね。じゃあ状況が分かったところで、神の手の技術をご覧いただきましょう。まず聖母子、今の私たちの目からするとちょっと硬いような気がしませんか？ヤン・ファン・エイクが生きたのはダ・ヴィンチよりも前で、イタリアルネサンスほどの生き生きとした人間らしさはないんですけどね。でも逆にそれが近所の若いお母さんと子供っていう親しみのあるルネサンスじゃなくて、神々しさが感じられるんじゃないかなと思うんです。聖母の膝に乗るイエスはしっかりとファンデルパーレの方を見つめています。手にはオウムですよね。キリスト教では祈祷文の中にアベマリア、おめでとうマリアっていうフレーズがあるんですけど、このオウムはアベーアベーって泣いているように聞こえることから聖母のアトリビュートなんですね。そしてイエスが手に握っているお花ありますよね。これは十字架って言って、油菜みたいな花びらが4枚に咲くお花のことなんです。そしてその花が咲いている様はまるで十字架のように見えるために、イエスの受難を表すアイテムとして出てくることが多いみたいなんです。そしてイエスを抱く聖母もファンデルパーレの方をじっと見つめています。親しみのあるというよりかは、やっぱり威厳という言葉が似合いますね。彼女の冠、そして衣の縁の部分には宝石が縫い付けられているようです。裾までびっちりと宝石が連なっていて、翻った赤い衣の裏は緑になっているようですね。この何とも言えないベルベットみたいな質感、わかりますかね？触ってみたくなるほどリアルなんです。そして彼女が座る椅子の左手には木の彫り物が添えられてますよね。これは旧約聖書のカインとアベルの兄弟の物語で、アベルの方がより神様から愛されてるって嫉妬したカインが弟のアベルを殺してしまうところなんです。ちなみにこれが人類初の殺人ということになります。そしてその下には一人の男性、これは最初の人類アダムですね。で、右側には同じく旧約聖書のサムソンとライオン。まあ、この話は長いので省略なんですけど、要するにサムソンっていう男がライオンの顎を引きちぎって
殺してしまうっていうシーンです。そしてその下には最初の女性であるイブ、この聖母の部分だけでこれだけいろんなものが書かれてるんです。しかもこのリアリティで、マリアの後ろのこの窓の表現とか大理石とかも本当に見事で、ももったいないけど長くなるんで割愛。ではお次は聖ドナトゥスに行きましょう。彼はもともとランスっていう町の司教だったんですけど、迫害者たちによって殺されて川に投げ込まれたんだそうです。そして信者たちがその遺体を探すために車輪に5本の火を灯したろうそくを立てて川上から流したところ、彼が沈んでいる場所で止まりました。そのおかげで彼は遺体は引き上げられて、なんと遺体は祈りによって息を吹き返したんですっていう伝説から、彼のアトリビュートはろうそくの立った車輪なんですね。さてこの見てください、彼の豪華さも、司祭棒につけられたまばゆいばかりの宝石の数々、この金糸で刺繍された彼の包囲、この金のきらめきとかとっても美しいでしょ。縁にはもうまたなんて言うんだろう、このビラビラがつけられてますよね。また彼の持つ錫杖もとっても綺麗なんです。ほらここにも人の像がありますよね。そしてこの十字架のクリスタルの感じ、透明感がとってもよく表れてますね。ではファンデルパールに行きましょう。彼は壮年に病気にかかってしまって、残りの命が短いことを知って救いのためにこの絵を依頼したということなんです。で皆さん、この人何の病気かわかりますか？そんなんわかるわけないやんかって思うでしょ。でもまあわかんないんですよ、一般の私たちには。でもこれはお医者様が見たらわかるんですって。彼の病気は側頭動脈炎だそうです。そんな病気での体の些細な変化もヤン・ファン・エイクは見逃さずに書くんです。この彼の表情、これね、視線は聖母子の方を見てないんですよね。これこそ狐につままれたような原始の瞬間であることが表されています。彼は白いローブをまとっていますよね。たくさんの宝石彼にはついてないんです。だから彼だけが現実の人物であることがわかるんですね。外したメガネは読みかけの本にかかってるんですが、これねもうわかんないと思うんですよね。メガネを通した本の字が少しメガネの屈折で歪んでるんですよ。神の手はこんなところも見逃さないんですね。さあ最後は聖ゲオルギウスです。彼は騎士ですから甲冑を身につけてるんですね。下からご覧いただいてもよく磨かれた美しい甲冑を身にまとって、このあたりはね鎖片びらっていう足が動かしやすいように鎖で編まれてるんですね。で腰には剣が刺さってて、彼が持っている旗はゲオルギウス十字っていう彼の旗になります。で首の周りも首を動かしやすいように鎖片びらになってるんですね。彼は聖母を前に敬意を表して左手でファンデルパールを指して聖母たちに紹介しています。彼がファンデルパールです。彼はもうすぐ亡くなりますから、これからもよろしくお願いしますっていうことなんでしょう。そうやって帽子を取って敬意を表すゲオルギスなんですが、この帽子わかります？この帽子に向こうの窓と聖母が反射してるんですよ。ほらここなんかわかりますかね。そしてもう一箇所反射してるところがあって、ここにねヤン・ファン・エイク自身が書かれてるんです。でわかります？まあここに関してはヤン自身だっていう説もあるぐらいなんですけど、でも何か書かれてるのは明らかなんですよ。何か訴えたいものがきっとあったんですね。これこそが神の手を持つ画家の力なんです。本当に見れば見るほどに現実以上に美しい現実世界がこの中に広がってるんですね。この現代においても彼以上の実力を持つ人はなかなかいないでしょう。そんな素晴らしい画家が今から500年も前に活躍していたんですね。いかがでしたでしょうか。いやー
もうね、すごいを通り越してキモいですね。なんでこんなに細部にこだわるんだろう。よく絵って神は細部に宿るって言われるんですけど、ほんとね、もう神宿りまくってます。同じベルギーの後輩、ミスター大雑把のルーベンスに見せてあげたいですね。では本日の動画はここまでになります。ちょっとでも面白いなって思われた方はここ押してみてください。なんと一発でチャンネル登録できるようになったんです。皆さんの応援で成り立っているチャンネルです。ご協力お願いします。では明日の夕方6時にまたお会いしましょう。バイバーイ。